さんの仕事ってやっぱり10年とか5年とか早いんじゃないですか、もしかして。かもね。いやいや、かもねじゃなくて、早いよ。最近よく分かった。早いよ。サイバーの、藤田さんが言ってたんですけど、うん、堀江さんの隣に座って黙って堀江さんが言ってること聞いといてメモしといて、うん、3年後にやると成功するって、3年後にやると成功するって、3年後に堀江さんもしっかりも興味を失ってる。別にパクっても何も言われないって。俺だってパクっても文句はないもん。ああ、堀江さんやっぱり10年間ちょっと時代が早かったのかな。